今日は1月10日、百十番の日です。金沢市内の小学校では、地域の見守りボランティア団体が、不審者が校内に侵入するのを防ぐ訓練が行われました。金沢市の大浦小学校は、全国で唯一、スクールサポート隊という地域ボランティアが常駐している小学校です。今日の訓練は、スクールサポート隊と金沢東警察署が連携して行われ、ナイフを持った不審者が校内に入ろうとしたところを、さすまたや盾を使って取り押さえました。休み時間中だった児童たちは、近くの教室や体育館に避難したということです。校内不審者侵入阻止、じゃあどうしたらいいかということで、訓練していかないと、万が一の場合、全く何もできないと思うんです、パニックになって、地域と学校と家庭が一体となって、子どもの成長を願う、そこに意義があるんじゃないかな。大浦小学校のスクールサポート隊は、今後も定期的に訓練を行い、子どもの安全を守っていきたいとしています。